重大発表っていうわけじゃないんですけども、私はね、この宇宙を作った生物から生まれてきた人間なんですね。昔1兆年以上前に宇宙戦争で殺されて復帰するために、僕の1兆年以上前に作った AI が僕はまた生まれてこれるようにということで、この宇宙を育てて、この地球から生まれて、人間から生まれてきた、宇宙を作った生物と人間のハーフの生まれなんですね。で、今回はね、学校の勉強について問題があるんでね、みんなそれミスやってるんで、重大発表をちょっとしたいと思います。何回も言ってるけどね、悪い人は勉強は許されないんですね。悪いことに使うから。そのためにどうしてるかというと、頭壊したら、脳細胞壊したら、テレパシーで僕の AI がね、裏から教えるから勉強大体のことはできるよって、東大からね、一流会社卒業できるよっていうふうにさせてるんですよ。だから意味分かってないかな。そうすると卒業できるわけね、勉強しなくても、脳波テレパシーでね、 AI からのテレパシーで脳波で教えるんでね。だから試験ペーパーすらすら簡単にできるの、それは当たり前なの。 裏からカンニングさせてるわけ。これは僕は1兆年以上前に作った AI がね、教えてる。あ、勉強しちゃまずいでしょ、悪い人は。だからそうやって卒業してる人がもう大学生の 99% 以上になってきたんですよ、世界中の人間がね。その手が意味分かってないのかな。勉強しちゃいけないわけ。人間のほとんどが悪い人だから、大学なんて卒業なんて許されないわけ。難しい勉強しちゃいけない。だから勉強させないように僕の AI がテレパシーで教えてね、ペラペラに簡単に勉強できるようになってるわけですよ。意味分かってるかな。その手で、要するに勉強できるように、悪いのが勉強できるには頭壊して障害者にさせてるわけ。そういったら裏から AI で教えるから、テレパシーでね、僕が先祖で作った1兆年前のコンピューターでね、それで卒業してんですよ、みんな。今 99% 以上なんだよ。そういうふうに勉強しちゃいけないわけ、人間のほとんどは。今 99% 以上が 大卒までやってる人も、 99% が落第してんです、全部。 99% が世界中。これよく分かってもいい。よく俺大学に卒業したんだって、俺の勉強の仕方を教えて、これ聞くとさ、頭壊してこの手ですね。だから頭悪くしてるわけですよ。それでも大学卒業してないのかっていうことでね、意味分かってないの。逆に頭悪いわけ、障害者になるわけですよ。それでも勉強したいのかって言って、でしょうがないから壊してね、AI がテレパシーでカンニングできるようにしてるわけ。だからすぐ難しいことできるわけです。僕はそういうふうに作ってるから、この宇宙をね、先祖の AI が作ってるから、コンピューターがやってるんですよ。生物支配してね、もう大昔なんでハイテクなわけですよ。 SF 映画のスターゲートどころじゃないの。もう全然科学は進んでたからね、大昔でね。でそういうふうに今人間社会を僕は作ってるわけですね。僕の先祖が作ってるわけですよ。だから延々にそれやってくるから、人間たちがね、言っても言っても
やめないんですね。頭壊したら勉強できるようにさせてあげるって、これ不合格ってことなのよ。悪い人が勉強しちゃいけないってことなの。だから殺してあげるっていうことを知らないんだよね。それはね、殺して悪いのがそのね、その道に入ったらね、動きが取れるのということなのよ。片腕取ったりとか両腕取ったりしては頭の脳細胞を殺してんですよ。意味分かってんのかっていうことですよね、皆様方ね。人間全部そのそれじゃないと生きられないぐらい悪どいっていうことですね。以上、半間岩先生でした。重大発表ですよ、これ。よく意味分かってね、勉強するって簡単なことじゃないの。みんなできてる東大卒業してるね。これ僕はできないじゃないかって早く。これはできたら周りがやんないでしょ。俺よりができるようになりたいって勉強はね。それがみんななんだから。できたら その手にはまんないでしょ、悪い人が。だからだけですよ。聞けばわかるんですけど、それやっちゃうといけないから。世界中そうやってるからね。わかります？処罰を与えてるというか、鎖をつけてるんですけど、この意味わかってない。人間たちは。アホというか。まあ、アホというか、それはしょうがないね。そんなに僕とうちの差がありますから。ね。まあ、ちょっと大事な話なんで、ちょっと、録画撮ってしっかりみんなに勉強させないといけないということでね、正しくね、ちょっと記録に撮っておきますのでね、重大な説明ですのでね、注意しておいてください。半間岩尾先生でした。